はいえー、部屋に入りました。てか、僕が部屋を建てました。えっとね、配信外でちょっと今夜の9時ぐらいなんですけど、ちょっと潜ってみようかなっていうことで潜っています。さあ、今回の曲は、もなくゲームスムラ頑張って黒を見つけていきましょう。えっとね、なかなか、配信外でオフ、オフ、オフの状態で入るっていうのはなかなかないんだけど、まあ、ルームマスターでやってて、えっと、ランダム白超人気曲です。えー、っと、紙、 じゃなくてチャット使用 CC を全面禁止全て口頭のみにして,おしていて占い師と例結果は2日目以降だったら OK 彼ドの守り先も口頭あと4番さんが言ってたのかななんか彼ドは初日に出てほしくないって言ってたんだけどまあつられちなったら出るしかないしあの彼ド初日使用禁止っていうのができないので、まあ、一応彼ド出てほしくないって祈ってる人がいるよぐらいの感じで まあ、超人気だとねカレード出て白,白を詰めて噛まれるだけの仕事になっちゃうからカレードって結構つまんないんだよねっていう意味では飯尾さんの言い,いったことは分かるでもまあさすがに死を禁止にしちゃうとねつられたりしてクソみたいなことになっちゃうのであんま良よくないと昨夜は誰も死にませんでしたメモ出してね <8番 S 1> おいい位置だ,だまとめていけそうこの村をね はいえー、そうですね、一発目ってことで、ネット村人陣営でした。あ、よ。えーっと、そうだな占い師以外の対抗が出た場合、基本的には強人で見てますと、自分の考え的にはね。<laughs> あ<ー>初日に出たらってことです。覚えてください。占い。えっとね、やっぱ初日に出てしまう、のあのなんか、やっぱ強人は、えっと、そうだな。 ロラをな、らえっと、占い師以外の太鼓で出た場合、ロラされるっていうことは基本的なんじゃないかなって思ってるんで、うん、やっぱ釣られてもいい位置に出てくるんではないかと思ってます。うんうん、えっと、22番面とかだったらね、それぐらいかな。まあ、9番さんに回します。ね、9番のプレイヤーは発言してください。ですそうですね。まあ、8番さんと意見は似てるかな。 うん、基本的に霊能は神経が多いよね。で僕は霊能二人でできたら、えー、ロラしたい派ですね。ロラ勝つ派ね。勝つ可能性が高いと思ってるんで。初日グレー行くと、えー、<は>初日グレーでそこで村を釣ってしまうと、その時点で割と負けが確定してしまうことも多々あるので、あんまり初日グレーは好きじゃないですね。まあ、盤面によるんですけどね。 うんまあ二二になるのか三一になるのかまあ一一が最高ですけどうんうんまあ盤面決まってからどこに行くか、えー、考えたいなと思います。わ八番さんに回します。え八、ー、番さんはですまあトップバッターで特に怪しい発言もなかったかなという印象です。八、ね、の黒松のプレイヤーは発言してください。さいはいおはようございます。自分占い師です。 ランダムで8番さんが白8番3がお願いします8白ねいい、えー、そうだなうん例ので狼出てきたら8白ですか普通に釣り切られちゃうから <laughs> うんだからあの強靭で出る可能性が多いですよねということで8番さんはまあ強靭線はないのかなと思っております強人だったら霊能で出るかなと思っているので 自分目線ほぼカ白だと思ってますね。うん、で、9番さんに関して、うん、と初日グレーで負け格になることもあるっていう発言が、ちょっとなんかよくわからんかったけど、負け格になることはないんですよね。初日グレーでムラつっちゃっても。だ、うんうん、けど別にそれが黒要素とかかッ言われたらそうではないから、9番さんは2周目にしたいっていう感じです。<laughs> そ,うそうですね。はい、うん 二番,番は分かるのプレイヤない。無理に黒塗りをし,てよ,し,てしようとしてない印象はあ、い、る。おはようございます。特、まあ、に CEO とかありません。村井藤人です 1> いう。1番さんが占い CEO で8番さんに白指し把握しました。そうですね特に進行論とかも8番、9番さんが述べたので、うん、うん言うこともないかな。ちょっと最初の1周目ということで考察を落とすの苦手なんですけど。 うん,うんそうだな、まあ、これ以降占い対抗出るのかな一人か二人はうんうん出そうあもしそうなったらちょっと一番さんとのそうですね発言を見て、うんえー、投票先を決めたいと思いますでは3番さんよろしくお願いします 3>, 3番のプレイヤーは 発言してください、はいいいははおようござまます村人一に言わないし終わりません、うんえー、グレの精査をしていくと8番さんに関してはどうなっていくかどういう番目なればこういう動きをするという分私は基本的にいらないと思っているその番目になってから話せばいいだけの話だと思っているので,、うん、でそれも同じく9番さんも同じく便所な形で同じことを2度言ったので89番さんに関しては うん、同じことを二度言っているっていう意味で、9番さん印象悪いかなと思っている。それっていうのはその時になってしまったら言ってしまったらいいので、うん、あまりオオカミを探す意欲が見られなかった。一番印象が悪かったのは2番さん。2番さんっていうのは1番さんに触れたのみで、8級の精査を全くしようとしていなかった。2>, うん、2番さんに関してはオオカミを探すという気力が全く感じられなかった点から、2番さんは一番印象悪いかなと思っている。うんうん、っていうのは今の結論ですかね。えー、1番さんに関しては別に特に。 うーん、偽要素というものは拾えませんでした以上です4番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます占い師です、えー、ランダムで9番さんが白でした、うん、えっと対抗の1番さんはえっ、ー、とこのレギュレーションでは普通に考えた人狼で追っていきたいんですが、うん、えっとちょっと気になったのが8番さんの発言で占い師以外対抗が出たら強人で見るというそのロック そのロックでね、若干、1強もあんのかなとかいう思ってきちゃったかな、そのロックでね。えー、正直よくわかんなかった。対抗で出たら方、ほぼ強人で見ますっていうその発言がね、もう初めからなんだろうな。うん、そこだけが唯一気になった、うん。で、2番さんは特に色は落ちてないかな。で、さ番さんの9番が一番印象で、2番1番、2番が印象悪いと言っていたんだが、 別に2番さんそんな印象悪くなくね、普通のこと言ってたけど、うん、うん正直ね、1周目のこの段階でそこを印象悪いっていう3番さんの方が一番印象悪いかな。5番のプレイヤーは発言してください。ま、さいはい、おはようございます。あの、僕が真の占い師です。<お>えーっと、9番さん、9番さん村人陣営だと分かってます。 なんだこれっていうところなんですけれど。2CO、3CO で9 c に重なりかうーん。今日はそうですね。うん、4か <coughs>、失礼。<coughs> 1番さんにどっちか行きたいと思うんですけれど。うん、まいったな。なんか、スマブラの落としないうてっ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 て。まあ、一応全体の印象を触れてみますか。2番さんに関しては村目かな。で、9番さん。 8番さんはもう、まあ、本当に村色がつけられないっていうところかな、うん、3番さんは8番さんに軽くつ,ついてたような印象があるけどだから打って黒とは思えないかなっていうところかな6番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします6番ですえっと占い3仕よね占い3仕様145で 4号が9に白1が8に白だけど、えっと、5番さんは1と4をどういうふうに見てるのかなどっちが狼でどっちが狂人とかうんそういうの欲しかったなあと3番さんは軽く8をつっついてたって言ってたけど3番さんは思いっきり2をつっついて9をちょっとつっついて8に関しては何も触れてなかったと思うけどねちょっと5番さんは把握してなかったかなという印象がありました3人目に出てきてるけどねうんでえっとねうん3番さんが2に 黒塗りをまあでも3番さんの位置で9番さんと2番さんえっ、ー、と片白でグレー位置からね3番さんの位置ではグレーだったよね9と2番。まはあ。印象ないですって言っちゃうと色が伸びないからっていう意味で3番は言ってくれたのかなと思ったけどうーん追加します。狼め 誰が高いかって言われたらちょっとわかんないんだよなでも1番さんは8番さんに対して8番さんの進行論で霊能や狩人度はね対抗が出たら強人だろうっていう進行論から8番さんが強人であれば何,何かしらに出るだろうっていう見方をしていたのが僕と目線が一緒だったのでそれはわかるって感じ八番1番の言ってた8共鳴はなさそうだった、まあ、この番目は絶対ないんだけどその思考はわかるので1番さんは理解できました5番さんはちょっと視点がぶれてたかなと思いましたね4番さんに関しては うん、特に印象がなかったですね急に白出ただけかなと思いましたねまあちょっともう一周あるんで最後にどこを釣りたいかを発表したいと思いますじゃあ7いきます7番のプレイヤーは発言してください はい、私が霊能で3、1番目だね、まあ。今日一番狼目が高い占いつろう、1、4、5の精査でいいよ、今日は。で、黒が出たらクロスとかけよう。そしたら新境番面に戻るからね。うん、一番狼目が高いと、まあ一周目だけでね、おかよさが高いところっていうのは正直難しいんだ。5番,5番が3番目に出てきたら、真みたいな村,ロックは村のロックか絶対やめような。5番は新境路すべてあるね、これ。別に3番目に出てきて、うん、さらに急に確証を作りにいっている。だから外入りないだろうっていうところで、新名を取りに来るっていうムーブは全然あるからね。うんうん、そこはしっペルフラットで精査していく きと俺は思っているさあ2週目発言次第というところになるからね、それぞれ、それぞれの村人目線で一応どこがろう目が高いか、そこに表を合わせて黒を1匹釣り上げよう、そうすれば心境盤面に戻してクロスとかけれるからね、ここ一発目に黒でないと釣、3種類釣り切らないといけないっていう、ちょっと村としては最終盤面まで行ってしまう、不利な盤面になってしまうからね、しっかり黒を見極めていきたい。これが俺からの1週目のメッセージ。以上。<laughs> ちょっとかっこいいじゃん。8番のプレイヤーは発言してください。 うん、そうっすね。えっとね、まあいいや、占いし精査すると、うん、4番さんがね、僕のことを叩いてたわけなんだよ。その、太鼓を出たら基本的に今日で見るっていうの ?22 番面での、うんうん。別にロックはし、で、思考、それを思考ロックって捉えたみたいなんですけど、別に思考ロックはしません。うん、基本的にはっていうことなんで、うん、まあ、4番さんは僕、まあ、狼探す。 感じはしてたんだけど形を殴ってたって面で考えると、やっぱもう何ていうの、囲いの線を追っちゃってるって節があるから、うん、あんまり自分的に無理やり言うと、新芽がないかなって思ってます。えっ、ー、とね、まあで、15、5番さんはね、えっとね、2人占いして、太鼓を出てるのにもかかわらずね、あんまりその内訳をね、あんまり言わなかったからね、強人なのかな。でもまあ、2週目の発言でね、決めるんで、とりあえず。 9番のプレイヤーは発言してください,は,ださいはいそうですね、うん、ここ3分の1黒当てたいっすよね番 <laughs> 5番さんは強人ではないとは思うんだよな3人目で強人まあ7番さんの新霊能さんは5番さん新協労全部あるとは言ったけど5番さんはやっぱ新労一じゃないかな、まあ、だからなんだって話なんだけどいやーこれ難しいね うん,うんでも5番さんがローだと釣られたら色見られちゃうわけだからうん、うん、ってなると5番さんが真になっちゃうからロックはまずいなと思ういやー難しいねな5番さんがローだとちょっと待ってよどこ行くまあ最終的に霊能さんが決めればいいとは思うんだけどほんと3分の1当てたいね いや追加してももう喋ることないわ <laughs> うーんまあ1番さん4番さん全然真になっちゃうどういうこといやもう発言聞かないと分かんない俺伸びないわなん,かかんなわ <laughs> だから5番さんが真に見えるんだよなあそうなんだロックはまずいけど5番さん強人ではないでしょう5番が真に見えるでローで出てきてもし釣られたら色見られちゃうわけだからこの発言は9番は白だろうなだから真だから出てきた っていう考察しちゃうんだけど違うかな7番さん的にはこの考察はまずいんだよね最後7番さんが言うところに入れるよ5番さんは真に見えるから1か4に行きたいかなっていう感じかな、うん、以上です1番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえっ、ー、と対抗に関して4番さんが強人5番がローで見てます えっと、5番が出てきた理由を考えたんだけど、5番が強靭だった場合に、あの、わざわざね、あの、新霊能を作り出す必要がないんだよね。5番が出てきたっていうのは、あの、霊能で出た場合には、自分がローラーされてしまうから出てきたのかなっていうふうに見た。だから、4番が強靭で5番がローがしっくりくる。正直、なんで参照にしたのか全然わからない。で、えっと、グレーに関して、えっとね、まず5番さんあの,の発言でさ、 あの2、村目って言ったよね。あれ3番と視点があってて、2番って別にあの時点で8、9に対する考察がなかったのにもかかわらず、ね、村目っていうのは圧倒的に人外だよっていうのをまず伝えたい。で、3番、んの2番への指摘は割とまっだと思った。うん、なので、3、6割と白目で見てます。で、えっと、4番が9番のことを強靭で囲って、だからこそ5番がそこに9番にかぶせたのかなって。 ってていう,ふうに自分は今見てるかなマジで ?9 番が一番濃厚だと思ってる。<94? S 1> え9番の今の考察もただ5を真に見て、た <95, S 1> 多分九番目線1番に行きたいところがその理由がないから、なかなかなとりあえず41で迷ってるっていう発言になったのかなって割と思ってしまっているかな。なかなかないけどな、その盤面。まあ2番に関してはまあそこからグレー考察を伸ばしてほしいってところ、まあ黒目ではないけど怪しいくらいかな。 うーんまあそんくらいですねうーん。6番さんの指摘は割と真っ当だと思った5番への指摘もね。まあそんな感じかな。あと4号表が集まりそうな方に入れます。自分釣りだけは飲めないので。2>, うん2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、1番さんが8番さんに白を出して。 サンバナさんが僕に印象悪いと言ってきたんですけど、まあ、それに関してはあまり特に、まあ、言うことはなかったのかなぐらいに思ってるんですけど、うんそれに対して乗っかってくる人も特にいなかったのでうん、乗っかってくる人は怪しいなとか言おうとか思ったりしたんですけど、うーんそうですね、こうなると、一 四五ですか。会ってたいですね。人狼一匹釣りたいんですけど。うーん。すい。うん。うなんだ。なんだなんだ。発言聞いたあと一番その新服見ちゃうんだけど 一番の発言を聞いた後は一番,番がシンポケー。うーん。色え、ね、のえない人がシンポケー。うーん。色がシンがケー。うーん。色がシンポケー。うはん。6番さんに関しては白いと思っている。うん、5番さんに対する指摘、2番さんに対する指摘、ここに関してはマットだと思っている。この点に関して六6番さんは白いかなと思っていますが。うんうん、これ私だけなのかな ?5 番さんってあの精査するときに8九色落ちなしっていたはずなんですよね。あそううん、誰も指摘しないから。 聞き間違いなのかなと思ってぐらいなんだけど、聞き間違いとったのも仕方ないんですけど、5番さんって9番さんに資料を出しているのにそういう発言をしているから、5番さんの締めだけ聞いてたんですね。ただ、誰一人ともこの指摘をしないっていうことは、私の聞き間違いなのかなとも少し現段階を思っている。その点は現は私の聞き間違いとして精査をすると、現段階思っているのは、2番さんに関してはやっぱ色が落ちない。でも、残念してるのは2番さんのラインは2、4、2、5度締まるなと思っている。 四番さんに関して、私が二番さんを殴ったことに関して、二番さんを殴るのはおかしいだろうというふうに、二番さんをかばっている。五番さんに関しても、なぜか二番さんをムラメという発言をしている。ここに関して利点があまりつかないかなとは思っています。二、うん、番さんに関して、印象悪いっていうか、印象程度しかつけないし、色っていうのは二番さんから正直一瞬目では見えなかった。だからだとに殴りましたけど、その点に関して、かばってきたというふうに関しては、2、4、2、5、狼くであればあるのかなとは思っている。うん 一、うん、番さんに関しては精査は結構まっとうだったなとは思っている。うーん。かなだから私今日4番さんが5番さんに行きたいかなとは思っている。う5番さんの失言、うん。聞き間違いなのかなうん。まあ一回そこはなしにしましょう。うん、聞きもうん確かに言ったよりは記,記憶があるんですけどね、誰も指摘してないんで、聞き間違いなのかな、うん、だったら本当に5番さんにはそこが聞,聞き間違えられは申し訳ないけど、 うーん、こういう私の聞き間違いじゃないと思ってるんでね、5番さんに行きたいと思ってる。4番のプレイヤーは、発言してください。 はい、三振盤面ですね、えーと。盤面的に見れば5番さんがオオカミに出てきたのかなって思っちゃったんだけど、うん、結局、えー、67に関して6が結局何も出なくて7番さんが霊能で霊能が確定しましたという状況でもしここで新芽取研たオオカミってもらえて釣られた場合ってこれオオカミからに不利があるのかなと思っちゃったから5番さんを強じと置いた。 ってなると、一番さん目線って素直に五番さんのことを釣りをしてたところから、一番さん、ローの五、狂人でも一応追っちゃった。一、ね、<laughs> 番さん目線、もし偽だと、狂人だった場合、一番さんが狂人だった場合って、最後に出てきたのって、どっちが真かな、狼かなって迷うはずで、とりあえず一番さん目線、四番行きますって言うはずなんだよね、一番さん、狂人だったら。 一番さん、なんか、ヒュッてゴーって言ったことから、一番さん、オオカミのゴー強靭で、そういうとこ釣りをしたのかなと思いました。自分は以上です。なるほど。番のプレイヤーは発言してください。うーんなるほどね。なんか、だいぶ三番さんからヘイトを向けられたんだけれど、ちょっと冷静に、うんえー、考えてみたんだけれど、う、えーんとね、うん、四番さんの言ってることは、 俺が今日で9がオオカミってことを言いたいのかな要するにそういうことだよね、4番さんが多分言ってることは。うん。うーん。っていうことうーん、難しいね。ただ、じゃあ4番さん目線、9番さんから言ってもいいってことってこういうこと ?97 でしょっと でなんかふわふわしてるから、何とも言えないところではあるんだけどまあ結論から言えば、俺は今日九から行きたいと思います。以上、終わり。六番のプレイヤーは発言してください。ちょ,ちょっと待って、五番さんって占い師しよでしてるよね？九、九白じゃなかったっけ？五行くよ、僕、五行きますよ、五番さんは九行きたいの？絶対もう。 強アピですかね5行きますけどもう余裕で5ですね。でえっと4番さんと5番さんで9にしろだよね大丈夫だよね。でえっと1番さんがえー、っと、まあ、もう5はもう僕シーン見ないのであれなんですけど1番さんがいや4ロー5強9ローで5がローで9さらに囲って1潰しに行くみたいな、うん、まあなくはないけど考えすぎかなとは思えましたね。9番さんの発言は別にと とことりわけ黒いとは思わなかったな。うーん、なんか5にシーが,が見えるんだよなー、みたいなこと言えないでしょ、5つってローだったとき、9つらいもんね。9狼カミだったら。っていうことで言えないかなとも思いましたけど。で、2番さんが色落ちないっていう3番さんの意見がわかるけど、んと、2番さんと3番さんを比べたときは、3番さんの方が強いプレイヤーだとは思う。あの、強いプレイヤーが白いかってなったらそうではないじゃないですか。で、3番さんが、 うん、2, 2が4と5どっちもラインがあるって言ってちょっと黒塗りの準備をし始めてるからともちょっとだけ取れちゃった2番さんの色が落ちすぎなくてね落ちすぎないことから黒目だとも言えないなのに3番さんが2を結構殴っていることからっていう点で思いましたでえっ、ー、と5番さんを今日は釣りましょう7番さんどうでしょう7番さん今日5位行きたいな僕はまあでもあ強めだったらやめたいんだっけ7番さんっていやでもでも5位行きましょうよ新切りの形でね うーんで、8番さんが4番さんが囲いの線を見ていたことからちょっと偽に見えてしまうっていうのは、8番さんが村視点であれば分かる発言なので、2、3人どっちかいるんじゃないかなと思っている。5いきます。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、ゲツの先に行くけど、ゴずりだね。五、うん、のシーンはないよね。まあ、それは村はそういうゴを釣れるでしょう。まあ、これをどっちと取るか。うん 今日ア人ト取って釣り回避したい狼なのか普通に強人で一応どっち釣りをしていいかわからないからもう強人として初日釣られようと思った強、うん、人か <laughs> うん3番目でわざわざ強人がね裏で出てきてねうんまあ9番が言うとおり強人がないっていうのはそういう意味で言ってるんだろうけどだからただ9に白重ねつつ一四からスライドがあるっていう懸念、ね、スライドケアでも強人は出るケースってやっぱりあるんで、ねうん、どっちかがスライドされて平和村になっては困るっていう場面でねだから別に強人が出ないとは限らないまあ5で まあほぼ強人だろうとは思うけど、オオカミだったらラッキーって意味で、芯がないところが今日5ずりね。うん、まあほぼ白なのかなって、まあ黒出たらラッキーっていうので今日はーつろう。でまあ1音が新郎盤面に戻ると、そういう盤面でいいと思う。5の芯は絶対追えないね、村上さん。今日はゴー行こう。彼どれ守ってんね頼むよ。ゴズリり行きます。はい、OK。投票を始めてください。 いやまここはごつりっすよこ,こ,これはご釣りいくわ9番ちょっと8九がローに見えないっていうのがあるんだよなどうなんだろうなろうろう囲いあるのかなああっきょうはピカー5番のプレイヤーは発言してください 夜が来ました <laughs> まあ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 ,まあ,まあ,まあ <laughs> 仕事はしたんじゃない例の出た方が良かったかもしれないけどね朝が来ました昨夜死んだのは2番かまれ 2>, 2番この髪は3ぐらいしかしないんじゃないか1が狼もあるな3番ご苦労のプレイヤーは発言してください。はい 四郎、私、隠しろか。2番さん、構まれたのは、私、皆さん、かなりラッキーかなと思っている。五黒ですか、5黒。五黒五黒五黒明らかに貫いている。これ、考えすいかもしれませんけど、一応、新郎郎っていうのも可能性のきにしまらすかなとは思っています。動きとして5番さんはかなり貫いている印象があった。黒が自ら貫いことによって、占いするオーラーをストップさせる。 っていう作戦も、うん、あるのかなとは考えている。うん、うん、ちょっと考えカングレの僕を押されるぐらいだったら、僕、今日、占いに行きましたけど、行きたい、行きたい,きたいで、ね。っなってくると、うん、6番3視点っていうのが、ああ、ちゃうな。えっ、ー、と、4が9にしろ、9 1>, 1が8、しろカングレは6番、5がどうに肉なら6番3のカングレを進めるというのが、まあ、一般的なやり方。だな。うーん。ちょっと勘弁してほしいな。詰められたくない。うん。 ちょっと迷いますね。新郎論もないことはないと思うんですけどね。これ、逆に臭いんですよね。この5番さんの死に方が。うん。うん、とは思っている。でも、強靱値上げるなんか断定できていないから、グレーに狼はいるのかなという気もしている。うーん、7番さんと相談したいですね、かなり。うん。てか、まあ4位の話はまだ聞いてないので、なんとも言えないですね、これ。うん、うん。で、あと、今日、狩人出るべきだと思っている。これ以上の、うん、後から出る場合だと、うん、乗っ取りがあるのよね。返しよう。 うん、まあ出ないのにしてもあ、出たか。たこれチャットしようなしーーなんだよな。うーん、どうしますこれ。うーん。あれも6番さん行ったら、え4番さん目線って破綻します。うん破綻まあ、ロー,ローだったらかわしないかあ。難しいな。<laughs> ちょっと考えさせてください。以上です。4番のプレイヤーは 発言してくだ、はいえー、3番さん占って,て白でした。3番さん占ったりはまあ初順と一緒かな。うん。無理やりなんだろう。2の黒目を上げつつみたいな。一番なんか、あの状況で。んああ、そういえばそうだね。まあいいや。うん、まあ出ちゃったものは仕方ないね。で、ね、で俺目線になると、こうなってくると6、6もしくは1位になるんだよ。うん、まあ6でほぼほぼ終わるんじゃないかなと思うんだけど、今日は6位って、 で、3番さんが言ってた、なんだっけ、ー新郎々っていうのはあるのか <laughs> 新郎々とかこれ、ロラされて終わりだから、そんなことある俺目線だからもう6でほぼほぼ終わると思っている。そうだよね、うん、4番おばさんの昨日の行動、ほとんど強じに見えたけど、まあでも、あの、なんだっけ、霊能者が5って言ったから、まあこれは表を合わせようと思って5に入れた。うん、俺目線8が借りると、ほんとに乗っ取りがなければ8は死んだけど、正直2の乗っ取りも合うかあるかね。6番。 のプレイヤーは発言してください、うん、まず8番さんのルール違反に関しては僕が村で仮跡しようとかをするあのしないので8番さんは改めて自分のターンになったら使用してください。でえっと4番さん視点5番,5番が落ちているで9に白打っている状態3が角白なので、えっと、乗っ取りがなかったら僕が黒でも僕は村なので、えっと、4番さんを釣りたい新郎郎場面がワンチャンあるって3番さんが言ったけどまあ見れないわ。 まあ見れない。え、なので僕視点だと9番さんがオオカミになるんだよね。5番さんは村だと、あと、っぽいんだよなーって言ってた、9番さんがオオカミっていうのは、まあ正直意外なんだけどね。8番の乗っ取りがなかった話をしています。意外なんだけど、まあそうだったんだな。うん、にオオカミがいると思っていたが、2番がまさか噛まれている。僕ね、この2かみ、正直ね、あの、3番が結構強いプレイヤーだから、え、三オオカミくらいしかないだろうと思ったらいきなり3が隠しになってびっくりしました。うん。 9番さんを釣りたい。7番さんどう思うかな ?4 番さんは僕が黒く見えてるから僕を釣りたいのか、盤面上僕が黒しかないのか、ないから僕を詰めたいの。<laughs> うん、僕が村に見えてるんだったら4番さんも新ロールあるなーみたいなことを言ってほしかったけどな。僕が村なので今日は9番さんに行ってほしい。あのー、僕、ローだった場合に4番さんって思いっきり5をタコ殴りにした僕が狼に見えるのかな <laughs> というところ。今日は9番さんに行ってほしいな。9番さんに行ったら終わると思う。 新ローローとか8番の乗っ取りじゃなければね5番3黒は正直意外だった今日は9番さんに僕は入れるよ9番さんに入れる新ローロー見れないからロラは完遂する気があまりない今日は9番さんに入れます <laughs> っていうか待って4番視点今日9からでも明日僕つら釣り飲めばよくないと思ったどう ?7 番のプレイヤーは発言してください発言してください まあね、新郎新郎、もし追うんであれば、普通に1、4残しで6、9ロールで勝てる話なんだよね、だから新郎新郎の強みっていうのはそこ、まあ結構レアケースでね、うまあ、上手いおかじゃないと新郎新郎場面は作ってこないし、じゃあ、強靭潜伏してることになるんだけど、じゃあ今のところのこの発言で強靭面高い人いたかっていう議論になるんだけど、俺は正直ね、強靭が潜伏してるとは思っていない、うんうん、特にね、まあ八、まあの狩りへと乗ってまあそれは置いといてもだ。 うん、96から今日要素拾ってないし、三角白三からも拾ってないんだよね。今日があるとしたら俺は4番かなと思ってる。ちょっとグレーセイさんも勝つとこ。1番強人だとしたらね、4号分からなくて、4号しっかり強とローの精査をしてね、5番目が強人何やってるか分かんないから5を釣りたいって言って釣ってる。<laughs> 1号の今日、うん、1が今日で5の狼本当に釣っちゃってるっていうところなんだよね。うんうん、そうなると俺は今日はね、9釣ってもいいかなと今正直思ってるね。9、まあの発言聞くけど、ね、今急に傾いている。頼む 柱になるオオカミ番、ちょっと珍しいね。いねプレイヤーは発言してください、ーはいえー、っと、カリウドです。すいません、ちょっとチャット使用してしまい。うん本当申し訳ない。<す>えーっと、昨日7番さん守ってないんですよ。一応言っとくと。お<う>ただもう7番さん仕事終わってて、で、3番さんを隠しろってわけだから、今日7番さん守るって言っても、 言ったら言ったで、まあ、3番さんが噛まれてしまうので、うん、守り先はそうですね、言わないでおこうかな。<laughs> 絶対かりしんや、この人。<laughs> えっと、まあ、6級なんですけど、うん正直ど、うん、まあ一、昨日の発言の視点からするに9番さんの方がやっぱ黒くは見えてしまうんですけど、うん うんまあちょっとそこは精査していきたい。絶対死んだわ。だ絶対仮死んだわ、この人大丈夫。二神って何二神ってそうにないけどな。9番のプレイヤーはい。えー、っと、僕としては6番さんずってほしいけどね。で、1番さんが俺を占えばいいんじゃないの ?1 番さんが死んだと当然白が出るし、1番さんが今日でも俺に黒を。 まあ、打ってくるか、今日なら。まあ、6番さんで終わると思うってるけどね。新郎、郎。うん。とかないと思うから。ないよなぁ。新郎、郎強制のな番さんて、ね、たま,たまそんな、そんなに、うん。4番さんが今日で俺に白を打ってるとしたら、1番さん死んで、明日俺に白が出る。まあでも6番さんで終わると思うんだよな。うん、6番さんって言ったらもうほぼ終わるんだよ。新郎、郎じゃない限りは。 だから6番さん釣つってくれとしか言えないかな。うん、以上です。はい。1番のプレイヤーは発言してください。1> 1はい。えっと、村が真道牢さえ追わなければ勝ち枠なんですよ。えー、今日6番さん釣つって、6番釣つって終わらなかったら4番破綻しますよね。で、9、4、9で終わりです。9番が狼で終わり。真道牢、終えます それれなければ今日6つればもう勝ち確なんですけどどうですかねえっと ?9 番占わなかった理由としてはあの普通に9番が白だとしたらあの噛まれると思った俺が角白作ってだから9番はあの占わなくていいなって思っただったらあの6番の3番が2番にヘイト貯めてるっていう視点があ若干確かにあるなと思って6番結構白で見てたから3が白になれば じゃあ九言ってくれや。いだいぶスッキリするかなと思った。九行ってくれや。この盤面上六つって終わんなかったらもう破綻なんですよ。四番が。それでどうですか。勝ちかけだと思います。投票を始めてください。九言ってくれや。ほ <laughs> らじゃないべ。<laughs> 一旦継続するのやだな。頼む頼む。九行ってほしいな。三番四番。いやでもこれ無い,いかな。六番のプレイヤーが選ばれました。 6番のプレイヤーは発言してくださいまあこれはちょっと腑に落ちないけど、まあ、しょうがないかなと思う。しょうがない村支店しょうがないな僕だしでえっとまあ僕は今日じゃないんだけど、えっと、もし新ローローだった盤面の場合の話ね。の場合って、えっと、例えばじゃあ待って明日9を釣りましょうってなって、えっと、1番さんが9に黒をおそらく打つでしょそうなった場合って。 1> あ1番さん僕死んで見てるからね。4番さんが僕視点ではおかしいことから。新郎楼って何よね。そしたら、強人がだいぶ落ちるよね。だって今日8神でしょ。新郎楼でも3番さんが強人じゃなきゃ勝てんじゃないのと思いますけど。だいぶ勝てると思う。多分9ローでしょ。と思います。頑張ってください。じゃあ、7番さんは明日生きてるそうなので、7番さんに、7番さん応援してまーす。 夜が来ました。目を閉じてください。死んじゃったー朝が来ました。昨夜死んだのは8番。で、9黒になるでしょう。9番のプレイヤーは発言してくださいうわ、新郎郎なのえ、9白 <laughs> じゃあ、新郎郎しかないんじゃないのこれ。 一狼だわ、二、ね、神は。えー…だよね。いや、これは一狼。じゃ、一か四が狼。で、五の相方ってこと。しかないよな。うん、ええ、一か四、ど。どうなってんの、これ、最近超人気曲、本当レベル高いな。レベル高。 まあもう7番さんに決めてもらうのがいいのかな。え、ちょっと待って、マジか。予想外だわ。予想外だわ。どっちが黒か、この相方か。もうそれしかないよね。新老郎だったってことだよね。新老郎だったんだ。ここで俺に白打ってくる一番さんは。マジで新芽が若干あんのかな一番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、辛老郎ってマジであるんだね。びっくりしたわ、急白で。いや、焦った。 えっとね、狂人が3級だったら結構まずいんですよね。えっとね。いや、あの、さん <laughs> <の>マジ俺、て言われたんだっけあの、1が5にヘイトを向けたから、そのなんだろう。1番が、あの、ローで5番が狂人で見るって言われたんだけど、俺ね、あの、5番にね、ヘイトなんて貯めてなくて、 4号を表が集まりそうなところにって言ったんだよ。まあ、それにつなげて、7番さんも俺がそう言ったみたいに解釈してたけど、俺そんな発言は一切してない。そこに関して。4号表が集まりそうなところに入れますって言ったけど、そこは完全に捏造されました。で、うん、まあまこれ言うのはあれだけど、もし俺がね、狼だったとしたら、普通に9クロ出せば勝てる盤面でしょ。こんな余計なことしなくて。 絶対しない。そこは信じてほしい。9黒出した方逆にこれで白くなるみたいなくない普通に俺がだし黒出したらさみんな9入れるっしょ。俺が死んだから9が白だったのよ。違うよ。そこで、あのー、信じてほしいかな。3強じゃなかったら負けちゃう三ら、ね。3に強靭いたら結構まずいから、あの、村川マジで4いってください。まあでも2強靭の可能性は割とあると思うけどね。まあ、考察薄かったし。 っていう感じ。うん。まあ、これまでの経過も見てもらいたいな。うん。ここで4つって7つで、93に強人がいるかなっていう世界、世界一の読みでしょう。四番。ってくださと思うのプレイヤーは実現してください。 3強人のみだもんね、勝ち筋1番<の>。1番さんの言う、自分で言ってましたけど、それで白くはなってません。っていうか、オオカミならその行動をするしかないと思います。9に黒を出せば、霊能で5番の黒が出ている段階で、9を通った後に破綻します。私が新ロールを追ったことから、1番さん3目、私の強人がつけないということがつけている限り、9番さんに白を打つしかないと思うんですね。うん、そこで1番んのシミは上がりません。そうだ、ねうん、てか、オオカミであれば、そうするしかないと思う、初め的にはね。うん そこを使ってきゃば1番3っていうのは臭いかなとは思っています。わかるな。私みたいに9番3が強靭なければ絶対に勝てる。うん。なぜかというと1番3、4番3をローラーすれば勝てるので考える必要性があまりない。 うーん、どうでしょう、ただ、9番さんの強靭は微妙なところですよね。微妙ただ、うーん、ないような気はするけどな、ありそうな、やっぱ2番さんなんですよね。わかるうん。あそこの科目位置、も出そうにないって言ったら、異変ですけどうん、出なくてもおかしくない、まあ、急にも出なくておかしくないって言ってたから、9番さんに関しても強靭あるけあるよね。 ラ、ね、ジかこれかなり。うん、だから1番さんが9番さんに資料を出したから、新ンでは見ていない。むしろオオカミであれば、そうするしかないと思うからね。うん、やっぱ、新郎廊下、ドが5番さんのされ方は臭かったんですよね、かなり。自分から自らえにことによって、レイノローーを、レイノロードがストップさせていることから。わかる。レイノロードけでばよかったな。いや。<laughs> ミスりましたね。 ミスりましたね。<そ>ちょっと微妙ですね。ちょっと微妙です。本当に微妙ですマジで。うーん、頼む7番さんに託すのもありだとは思っている。正直。まあ、9番さん強じゃなかったら勝てるんで、まあ、気楽にいきましょう。9番、ローニャ、ミオマさんの発言聞いて、17番さんの指示には従います。うん、現段階は超絶にフラットです。以上。 4番のプレ,プレイヤーは発言してください。うん、正直、8の乗っ取りしか終わえなかった。6で終わらなかったからね。う,ん、うわ、8乗っ取ったなと思って、ドヤ顔で裏になったら白って言ってて、頑張れたから、めっちゃ笑った。う,ん、うわ、4だかぎるな。この1黒なんで、15黒なんだよね。で、1番さん、強準値93どっちかっていう、標準値一番高いんじゃ6番さんじゃないと思った。だって、6番さんって145で出てて、6番さん出てこなかったってことから、 一番強示目高いのっってやっぱ6番さんなんじゃなね。6番さん目線、俺のことは破綻だって,て、俺を偽で追っていたが、1番さん目線も6黒ありましたよね。うん、6番さん、1黒全然追わなかったところから6番さん強人かなと思ってた九9さん村で見てる。だからもう1釣って終わりです。6は1黒なんて追ってないよ。新郎6見てないもん、えー。盤面的に5番さんが狼だと思って最初に1番さん釣りをしてましたが、結果的にこういうことを狙ったための身内切りだったのかなと思っわか,かるわかる。これは7、俺1行くぞ。 7番のプレイヤーは発言してください難しいね結構本当にねこれはまあ一応どっちかローなんだけど うん、6のね、強人戦、俺もかなり高いと思う。6のね、発言でね、うん、9からいってほしい。で、明日4目線も9飲めるよねって、9、6ローラーで勝てるでしょうって。これはね、強人っぽい発言なんだよね、確かに。9言っておらなければ、これついてもいいよって。えー、結局、強人目線って、新ローローがはっきり透けてんだよ。<laughs> 3人出て、自分で強人が潜伏してるからね。<laughs> そういう発言がないかっていうのを、昨日まで拾ってたけど、そうなるとやっぱ6。 まあ、二はまあ、5番。俺、今日じゃないよ番、うん。俺がねつ造したってうけど、一番は釣り位置としては4月の日はどっちかと言ってるけど、5番が強人だったら3人目出てくるわかんないから、えー、っと、一番は4号の精査,精査として4行5郎で追ったよね。その発言は残してる、一番。俺はそれは熱つ造はしてない。別に釣り位置5に上げたっていう意味で言ってるわけじゃないからね。<laughs> 難しいね、これは。ちょっと待てよ。うー、うん。うん、の巨人。まあ、3球に狂人がいなきゃ、一応ローラで勝てるから、ここを間違えても、まあワンチャンあるっ,あるっちゃあるんだけどね、うん。今の4番、1号をライン切りで折ったのか。うん。5の発言ね。5の発言で、1周目からなんか弱かって、まあ、2周目は完全に強アピして、釣り逃れしたいのか、どうしたいのか、結果黒出るのは分かってたのに、あの、強アピみたいなこと、うーん、みたいなね。もう、明らかに芯がない素振りを出したんだよね。 それをどっちに対してしてたかなんだよな。ちょっとここのね時間あと30秒か。頑張れ。ーえー、これ1じゃないかな。最初に出たなら1、4、5。4、5? ね、8の乗っ取りケアだよな。噛まれ僕が持っていって線合わなかったのかな。8が 1> 1<は>残ったら8の2世確定するよね、ほぼ。まあ、新ールを追ってない。うーん。 四から行こうかな俺は。俺は四から行きたい。四からか村は好きな方入れていい。俺は四から行く。投票を始めてください。四から攻めるのか。一の方が行きたかったな。いやこれ俺悪いな。ちょっと。そうか。おーやるねー。強人がたまたま潜伏か。マジで。やるね。四番。 のプレイヤーが選ばれました。終わった？あ、四五ロロ二強村人なんだよ。な、マジで？すごい。四五。<笑><笑>えー、一で見ちゃったらな,なんか髪 <laughs> 筋から。 1>, <laughs> 1かと思っちゃったありがとうございましたいやー面白かった、ま、死んだけど <laughs> どっちみち勝ちだったねうんどっちみち勝ちだったねただまあその外したら負ける可能性が高い僕はね僕が村田のことから高いっていう視点がす,あのすごいヒヤヒヤしましたいや勝ててよかったねこれ 面白かった一番三振二強二強ありがたい三三白四五黒ねはいありがとうございましたジジ最後までご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いしますこのチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してますサブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているのでそちらもぜひ見てくれると嬉しいです ではまた。